死にたいものから前に出ろ。まとめて切り捨ててやる。よっ、せい。よっ、潰し合いとは恐れ入るですが、脇が隙だらけですよ。邪魔立てするなら殺すだけだ。出ろ、ひねり潰してやれ。頃合いか。誰でもいい、中央の丘を押さえろ。わかりましたよ、殿下。そういうことなら俺が出ましょう。殿下のためだ。ここで死ね。どんな手を使ってでも。引け。お前は生きろ。出て。作戦の障害取り除かせてもらいますかな。さあ、この程度。よっ。あらあら、久しぶりね。こんな形で再会するなんて残念だわ。よいしょ。甘いだろ。これも運命ってやつだ。悪いが、おとなしく諦めてくれ。よの首に価値などない。失せろ。これ以上は足手まといだよね。今のうちに撤退しなくちゃ。ディミトリ、冷静になれ。今ここで俺たちが潰し合って喜ぶのは誰だ。
どけクロード、貴様と言葉を交わしている暇はない。今のお前には何を言っても届かないか。けど俺も引くことはできないんでね。どこだエーデルガルト、貴様を殺すまで俺は。そうか、お前も俺を阻むのか。ならば殺すだけだ。信じる者のため。どこだエーデルガルト、貴様を殺すまで俺は。あなたの命、決して無駄にはしない。これも策のうちさ。死ぬなら部屋の中が良かった。こんな平原のど真ん中で。命に関わります。陛下、先に引かせてもらいますよ。ガルグマクで戦って以来か、美人になったなエーデルガルト。あなたも随分風格が出たわね。先生に助けられて正直羨ましい。あなたにも先生にもまとめてここで舞台を降りてもらいましょう。そいつはお断りだ。それにもし降りてもしつこく登らせてもらうぜ。見え見えだ。甘い。この時を待ってた。次に会った時がどちらかの道が途絶える時だと思っていたわ。先生の歩みここで止めてあげる。永遠にね。今よ。王国だろうと同盟だろうと、まとめてなで切りにしてあげる。ごめんなさい、敵を侮ってたみたいです。すみません、やはり私には無理でした。見なさい。カモン。
はりあなたがいてはこの道は。ここは引かせてもらう。いずれまた戦場で会いましょう。そうか、お前も俺を阻むのか。ならば殺すだけだ。ひどい戦場でも勝利を誇らなきゃならんか。よし先生、勝ち時をあげよう。これで俺たちは前に進めるんだ。